基本給を底上げするベア・ベースアップにも脱一律の流れが及んできました。トヨタ自動車の労働組合が来年2020年の春闘に向け、ベアにあたる賃金改善分について評価に応じて差が広がる新たな配分手法の提案を検討していることが分かりました。具体的にはトヨタの労組はベアの原資を確保した上で人事効果の5段階評価に応じた組合員への配分にこれまでより差をつける要求を検討しています。評価が高い人への配分を厚くし組合員の労働意欲を高める狙いですが、必要な原資を確保できない場合ベアがゼロの組合員も出てくる可能性があるといいます。一律職の強いベアに関し国内を代表する企業であるトヨタの労組が評価重視の姿勢を打ち出すことで横並びを前提としてきた賃上げの慣行に風穴を開ける可能性があります。